校生による淡路島の伝統芸能淡路人形浄瑠璃を鑑賞し、皇太子様が実際に人形を操って意外と力がいりますねと感想を話されていました。皇太子様は明日兵庫県三木市で開かれる緑豊かな環境づくりを進めようという全国緑の愛の集いに出席することになっています。気象情報です。強風注意報が和歌山県、福井県、徳島県、香川県に出ています。波浪注意報は和歌山県、徳島県、香川県です。この1時間、近畿地方では1ミリ以上の雨は観測されています。明日の天気です。お伝えしていますように全般に雨となり、昼過ぎからは南部を中心に雷を伴って激しく降るところがある見込みです。明日の1ミリ以上の雨の降る確率です。日中は 70% から 100% です。明日朝の予想最低気温は17度から19度くらい、今日と同じか今日より高いところが多いでしょう。明日日中の予想最高気温は18度から23度くらい、今日より10度以上低いところもあるでしょう。29日までの天気です。気圧の谷や前線の影響で雲の広がる日が多く、月曜日頃まで雨の降る日がありますが、週末は高気圧に覆われて晴れる日があるでしょう。関西の風速です。